はい、どうも皆さんこんばんは、トシです。今回は、シンガポール旅行2日目後半に入るところですね、お伝えしていこうと思います。まず、今ご覧になっているものですね、前回ご、私が、乗った体験した、メガジップの方がね、楽しめるところの受付ですねの方を、道路側から見た写真になります。私砂浜側から来たんですが、道路側から見るとこんな感じですね。でメガジップ以外にも、まあ、いくつかアトラクションあって、まあ、いくつかまとめてやりたいって方は、事前にトリップアドバイザーなので、検索して、そこからまず予約していくと、お安く、なるらしいので、皆さんぜひぜひ、こちらの方を利用してみてください。でメガジップ本当に楽しかったので、見てないよって方はパート5の、動画の方を見ていただければと思いますが、非常に楽しいです。爽快です。はい、ということでしばらく歩きます。目的のね場所がもう一つあるので、こちらを見て帰ろうかなと思いますんで、そこまで、駅までまず歩いてね、で電車で行きます。で前回お伝えして写真の方見せてるのかわかんないですけど、一応これが先頭さんな、ザ・ステート・オブ・ファンということでね、先頭さ島のヌートショーみたいな感じのものですね。これがあれば、電車の方無料で乗れますので、皆さんこちらの方をねなくさないようにしてください。で なんか知らないんですが、特にこれを見せるようなところは最初の入り口ぐらいしかないんだけど、別にね電車乗るときこれ見せるわけじゃないので、はい。で、皆さんこれお気づきですかね。なんか変わってますよね。メガネ、サングラスの方をね買いました。っていうのも海ポチャンしたので気づかない間に海ポチャンしちゃったんです。僕日本で買ってきた、ユニクロで買ったサングラスですね、この帽子の上にかけてたんですが、そんな眩しくなくなってきたので、まあ、それがいけなかったんですが、まあ、こういうかっこいいねやつ見つけたんで、もう僕はいいです。はい。まあ、一難去って、また一難とは言いますが、一難去って、一つよしみたいな感じでね、非常に良かったんじゃないでしょうか。気に入ってね、なんか結構写真の方撮っておりますね。ちなみにこれ駅のエスカレーターに乗ってるところですね。シンガポールこのセントサ島の駅のエスカレーターはそうでもないんですが、全体的にエスカレーターのこの速度非常に速いので、乗るとき降りるときね非常に注意してください。で、このようにセブンイレブンの方がありました。はい。私たちね降りた駅ですけど、2番目の駅ですね。何でしたっけね。インディアンステーションですね。はい。インディアンステーションの方で降りました。で、まあ海外のセブンイレブンを、とかね、こういうコンビニ行ってみたい方はね、行ってみるといいんじゃないでしょうか。結構ね、商品やっぱり日本の商品もあったりするんだけど、東南アジアだと。やっぱりなんか現地のものを買うといいと思います。はい、お腹壊さないようにねで、こちら行きますよ。はい、これですね。皆さんこちら何だと思いますか。もう書いてありますね。こちらセントーサ島にあるマーライオンでございます。全部で4つか5つぐらいあるっていう風に聞いていましたが、3つ目の、マーライオンですね、私たち。はい。で、シンガポールの中にあるマーライオンですね。で、一番でっかいマーライオンがこちらのセントーサ島のマーライオンになります。こちらね、非常になんか下から見上げるとビルでも見上げてるかのようなでかさになっております。非常にでっかいです。
もうちょっと寄って撮ってみた感じですね。後ろの方なんか電波塔みたいなのが出てるんですがあれは角だと思ってください。はい。で、なんか口のところですね、なんか炎でも吐きそうなんですが、じゃあそこが、展望デッキになっております。お金を払えば、お金を払えばですよ皆さん、お金を払えば入れますが高いです。特に入らなかったです。でもね、なんだろうな、うまいねシンガポールってこういうとこね結構ね景色いいから上の方登ろうと思ってもだいたいお金取るんだよね。うん、やりよるなで、私とマーライオンです。このサングラスやっぱなんか相当気に入りましたね。今でも運転するときとか使ってますよ。でもね、やっぱちょっと暗くなっちゃうんだよね。はい。なんで夕方過ぎたぐらいにかけるとちょっと暗いんで運転しにくいんだけど、でも全然眩しいよりは全然マシですね。はい。で2枚目、こちら。はーい。やっぱりね、マーライオンでかい。うん、マーライオンでかいんですよ。はい。で、まあ、そっちばっかり見ないで、もう反対側見てあげてください。セントーサーっていうね、この、こういうのもね、置いてあります。結構いろいろね、置いてくれてあるので、まあ、あっちばっかり目に行きがちですけど、後ろ側もすごい光景が広がってます。なんか、ファンタジーの世界みたいですね。で、セントーサーの、さーのところですね、見ていただくと、奥の方ね、ファンショップの方あります。こちらお土産屋さんですね。皆さんお土産こういうとこで買ってください。まあ、ちょっと高いんですけどね、シンガポールとこも高いんで、またあと次の日に、もちろん安いスポットをご紹介するんですけど、次の日行くところで、はい。まあ、セントーサ島ならではのものはここでしか買えないのものもね、いくつもあるので、まあ、覗いてみて気に入ったら買ってみるって感じでいいんじゃないでしょうか。で、ケンタッキーの方も発見しました。シンガポールにもやっぱケンタッキーってあるんですね。なんか似合ってますねあの KFC の文字が非常にね、青と赤で似合ってます。で、マーライオンだけで撮ってみました。こんな感じで、マーライオンの前ですね、こうやって休憩できるスポットがあるので、まあ、歩き疲れたりした場合にはこういうところで座りながらマーライオンを眺めたりっていうのもいいんじゃないでしょうかね。はい。でこれが確かね、私の LINE と Twitter は違うか、私の LINE の、サムネでございます。まあ気に入っちゃったんだよね。うん、単純に気に入りましたこれはで、はい、こちら奥の方ですね、見えますかね。まあ、すぐそこに電車通ってて、まあ、すぐそこに駅があります。すぐね、私の真後ろに駅がある感じなので、すぐ来れます。はい。で、ジャッキーチェーンがいました。なんでいるんでしょうね、よくわからないですが、なんかゆかりがある、日本語合ってるね何かあるんでしょうね。はいはい。でやっぱりシンガポールじゃない、マーライオンって言ったら水をやっぱり連想するでしょう。やっぱこういう感じで水の方ね、目の前噴水の方でなんかいろいろありますんで、こちらの方涼む感じで見てみるのもいいんじゃないでしょうかね。はい。で若干下から眺めて見てる感じなんですが、やっぱりでかいです。なんかこのアングルいいなって思って、はい。でさらに近づいたところですね、展望デッキ私たち行かなかったので、特に、見るだけにはなったんですが、周りですね回ってみるとやっぱりこの巨大さっていうか、このでかさを非常に感じることができて、あと鱗ですね、鱗が非常になんか綺麗に作られているんですね。このね、どうやって作ったんだろうなって非常に気になって、なんかつなぎ目が見えるようで見えないようでね、
どうやって作ったんだろう、もしかしてあのこういうとこ、山でもなんかあってそれを削ったのかななんて想像しながら周りの方に回ってました。で、やっぱりすぐそこまで近づけるわけではないんですね。まあ、こういう感じでちょっと段になってる感じですね。でもこうやってみるとね、まあ、余計なんかでかさがわかると思います。で、まあこんな感じで、手前側水の方流れてます。やっぱりマライオンだから水に囲まれてるんですね。はい。で、こちら真後ろちょうど尻尾のところに水があって、まあちょうどいい感じに見えてますかね。で、謎の竜がいました。これはね、なんでいるのかわかんないですが、ちょっとなんか面白い形をしてた竜なので撮ってみました。皆さん、セントサ島のマーライオン行く方探してみてください。ちょっと面白い形なのでね、こういうとこを見てみるのもおすすめですよ。で、謎の妖精さんですね。これは、何を意図してここに置いてるのかもわからないんですけど、まあ、この方がマーライオンを産んだんですかね生み出した死者ですかね。はいはい。で、一応裏側ですね、カフェの方ありました。特に行ってないです。確かね、非常に高かった気がしますよそれだったらね、普通にね、まあスタバがあったのかな、見たことないけど、マーライオンのとこでね、前のとこでね、コンビニでなんかコーヒーでも買って飲んだ方がいいんじゃないかななんて思いますが、やたら高いんですよシンガポールは。で、裏側こんなものありました。海洋生物をモチーフにしたモニュメント、水を吐くモニュメントですね。やっぱりなんだろう、マーライオンがこれ引き連れてるのかな。うんこれちょうどマーライオンの後ろにいるんでね。で、こんな感じで非常にいい絵が撮れました。電車と、海洋生物たちということで、まあ、マーライオンの後方ちょうどなんかいい絵が撮れましたね。電車がこの水色っていうのもなかなかいい絵じゃないかな。で、謎の卵マンがいましたが、奥の方ですね、並んでましたがよくわからないので特には触れてないですが、なんか若干梅のようにも見えますね、彼の そこのピンク色の方の服の柄が。で、まあ、これにてシンガポールセントーサ島終わりですということで、どこまで歩いていったかっていうと、結局ビーチステーションまで行っちゃったんですね。まあ、後ろからそのまま歩いてたらもう徒歩、まあ、数分で着いてしまったので、あれって思ってもうすぐそこなんですね。で、いよいよもうセントーサバイバイってことで、まあ、こういうゴンドラの方乗りました。ゴンドラじゃないね、電車の方乗りました。行きに見たゴンドラがね、また見えます。まあ、これでセントーサと終わりになりますので、皆さんご視聴ありがとうございました。最後にこのセントーサのね、この柄を見て終わりましょうということで、セントーサ島いよいよ終わって、これから2日目午後になりますが、そちらのものは、また次回、そうですね、次回の方にしたいと思います。なんかもう一枚私の自撮り写真を撮っていたので一応こちらの方をのっけて終わりにしようと思います。なんか後ろの方ゴマちゃんみたいなね柄の、お店がありますが、確かあれでも結構高かった気がしたような気もしたけど、よくわかんないですねってことで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよって方、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。ではでは、皆さん次回もお楽しみに。バイバイ。